さらにより良いカップルになってもらうためにこちらやっていただきます。京介カップル意識調査。付き合いたてのお二人に意識調査を行って相手のことをより知っていただこうということです。はい、ありがとう。さあ質問です。はい、相手の意外な一面を発見したイエスかノーの札でお答えください。せーの、バン。あら、ユノンちゃんはイエス、うん、はい。どんなところ？なんか旅中ではユノンが言わすっていうか、ちょっと引っ掛けるっていうか、かまかけんと言ってくれんかったんです、うん、だからすごいそこにも悩んどって、うん、ほんまに好きなんかなって思ってたんですけど、なんか付き合って2人になった途端に、ユノンちゃんみたいな、めっちゃデレデレで、マジで旅中にこんなになんか頑張っとった自分がバカだったなみたいな、めっちゃデレデレで付き合ったらデレデレ。それはでもそれはもうユノンが旅中頑張ってアレックスをゲットしたから見れたところだから、確かに確かに、掴み取った。相手の好みに合わせて服装や髪型は変えられますか？ドン。おー、イエス。それでもイエス。へえ。こういう髪型見たいとかしてほしいとかあるんですか？俺はなんかセンター分けが好きって感じです。また言うとる。うーん、なんか髪の毛とか前髪ない方がいいみたいな、ずっと涙袋も濃いみたいな、カラコンもなんかそれ大きくないみたいな、茶色の方が好きみたいな、結構こだわり強いので、まあちょっとずつは変えるようにしてってるんですけど、ちょっとイメチェンで前髪切っちゃいました。可愛い前髪。どう、新しいイメチェンは？全然可愛いです。可愛いです。似合ってる。ほんまか？うん、ほんま。うんうんって言われる。ユノンちゃんはないの？こんなんしてほしいわ。ないですね。なんか何しても似合っとる系。そう、まあ確かにな、どの角度から見ても男前やしな、はい、生で見るとよりびっくり。そうやな。ちなみに相手はこうお互いに嫉妬するタイプだなって思いますか？思います。あ、なんか嫉妬したとか言われたりする？それこそ旅終わってから、まあ、空港なんかチェックアウトじゃなくて、なんて言うんですっけ、荷物とか通す海外の空港で税関チェックインカウンター。あ、そうです。その時に私行列並んどって、女子面とで、なんか知らん、誰も全く知らない外国人の方になんか、はいみたいな言われて、はいみたいな言ってなんか話してたんです。そしたらアレックスがなんかたまたまちょっと離れたとこおったんですけど、見えたみたいで、ありえへんわ。あ、嫉妬してる。まあ、なんかめっちゃ楽しそうに話してたんで、嫉妬しちゃう。嫉妬した。嫉妬しました。かわいいな、うれしい。嫉妬しいな。嬉しいです。でもやきもちやきもちは嬉しいやろ。まあ、や、全くやかん人よりかはなんか愛されてるなって感じ、うん、逆はないの？ユノンちゃんがアレックスに。でも結構ありますよ。あるあるんだ。ないよね。なんかそうですね、まあ、でも嫉妬っていうか、うん、LINE とかが返信遅かったら、なんでみたいな、遅かったやんみたいな。いや、そんな時もあるやろ。で、なんか既読無視で終わらせてきて、なんでなみたいな言ったら、遅かったっけ。え、仕返しだ、仕返し仕返しとか、なんか電話とかでも言ってくるっすね。なんでそのやりとり、かわいい。で、4時間5時間空いたっけ、何しようって言って。いや、勉強してたり仕事しようってあるやろ。何しようたん？寝てました。寝てないじゃん。あ、そう、しょうがないねって言って、オッケーオッケーって言って。いや、ほんま明るいな。ハッピー。明るいわ。なんかハッピーになりますね、2人見てると。なあ、いいバランスやな。そう、だからもう返信コーン時とかはだいたいもう理解して、寝とるかゲームしおるか。なあ、敵もそこはね、もう最近は何もないね。うん、いや、仲良さそうでよかったわ、うん、それを考えたらね。ちょっとこの際にずっと大友さん、はいはい、